ちゃん久しぶり。いやー、この間の鬼退治すごかったっすね。こちらこそ応援あざーす。鬼ちゃん的にあの鬼は倒して大丈夫だったの？全然問題ないっす。オナチューなんですけど。同級生？あいつ昔から悪いやつで。ラスボスかあったもんね。だからみんなを応援したっす。応援あざーす。応援特典 au pay ならお得なクーポンもらえる。いい鬼と悪い鬼がいるってこと？人間と同じっす。深いね。あざーす。鬼ちゃん的にあの鬼は倒して大丈夫だったの？全然問題ないっす。オナチューなんですけど。あれ同級生？昔から悪いやつで。ラスボス感あったもんね。だからみんなを応援したっす。応援あざーす。あざーす。ありがとう。お兄ちゃんは、本当この前もいっぱい応援してくれたし、うん、いい鬼だから、うん、節分の時、豆投げらんないなって思います。そうやね、鬼といえばだもんね。うん、嬉しいね、よかった、ね。うん、もうこの笑顔を釣られちゃいますよね。うん、なんか楽しかったし、楽しみでした、うん、会うのが、うん、ありがとうございます。見てた通りにニコニコして明るいけど、喋ると超大人だからね。しっかりしてるよね。しっかりしてますよね。だし、さっきも普通にお芝居してたけど、あの感じで小学生が混ざってる感じには思えないからね。え、まあ こういうやつ俺らは一番できなかった。できなかったし、あ、そう、脳トレ系もね、合間にやってたけど、やっぱ一番早かったし、すごかったですね。やっぱ笑ってた方が楽しいから。お、そうだよ。みんなを笑わせる方がなんか楽しい感じがします。素敵、はい、うん、そう言うな。だからちょっと今日照れました、スタート。あー、難しかった。なんかちょっと分かるよ。隣にいた金ちゃんと笑顔で目が合った時ちょっと恥ずかしかった。なんかあんまり見れなかった。あんまり見れない感じが。一番最初に仲良くなったもんね、あのキャラクター的には。その登場の時にね。確かにそうだ。確かに、うん、そうか、最初敵対みたいなのありましたもんね。そう、俺はすごい怒られるみたいな。そうだそうだ。懐かしい。顔で続くからですよ。そうだ、懐かしいな。恥ずかしさもあるけど、うん、落ち着く感じと、あとなんかやっぱりなんかこの3人の落ち着く感じ、バランスいいんだなみたいなのはすっごい思いました。うん、なんかトリオ感っていうんですかね。うん、au のこの現場に来たなっていう感じ。いや嬉しいですね。うん、嬉しいですよ、久々に来るとね。そうね、なんかちょっと、あ、この毛布の感じみたいなね。あ、そう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 。あ、そうそう、寝心地の良さというか。そんな存在なの我々。なんか F に言うてもだけど、俺はずっと恋しかったんで、うん、俺いつ行けんのかなとかって結構思ってたんで。あ、ほんま、あの毛布だってなったんだ。あの毛布だって。ちょっと違うかもしれないですけど、僕地元の高校の当時の担任の先生からなんかメールを久々にもらったら、今校長になってて、へえ、わあそうかと思って、まあ十何年経ってるし、なんかあので、それなんかちょっとこうやり取りとなんか、まあこのコロナ禍もあってメッセージもらえるみたいな、私校長になったんだみたいなのもあって、なんかそれ嬉しかったし、応援したい感じでした。女性の方、女性の方、へえ、楽しい、応援したくなりましたね。母校とかってなんか、確かに距離を置くと、なんかそう思いました。僕のね、応援したい話はね、あ、一個あったんですよ。聞きたい聞きたい。この間あの車運転してたら、あの明大前から中央道に乗ろうとしてたら、一個前の車の前に鳩が3羽おったんですよ。ほんでうーって言ってて、あ、危ない大丈夫かなと思ったら、結構その車もいいスピードで行って、え、大丈夫思ったら2羽はバーって飛んねんけど、おうおう、1羽全然よけへんねん。え、どうなんのどうなんの思ったら、タイヤの間そのまま飛ばずにずっと下来た。え、そんなことある？分かってて、そいつは。そいつだから普通にこう普通に歩きながら車の下通ってって、で俺の前に出てきた。と思って、どうする、うん、止めて、頑張れ、大丈夫か言って応援してました。何その話。
そんなことありますか、飛ばない鳩。すごいっすね。タイだ、俺ずっと見えたよ、そのタイヤの下が普通に歩いてる。ドキドキしましたね。うん、毎日をね楽しく味わいながらやってください。もう今日という日はもう帰ってきませんから、とにかく楽しんでやってください。僕らは経験したことのない環境の中、皆さんは卒業を迎えるということで、うん、もう素直に一大人として尊敬してます、うん、なので自信を持って、うん、次のステージも頑張ってくださいと言いたいです、うんうん、なんか無条件に卒業っていうのがなんか楽しかったけどね、嬉しかったし、大人になれるんだっていうなんか印でもあるし、卒業したらなかなか日常ってこうきっかけがないじゃないですか、うん、だからなんか卒業するとこう何か始められるんだっていう区切りがね、希望が無条件に出てくるっていうのが僕は思い出としてあるんで、何か新しいことにこれからチャレンジしてもいいのかなと。頑張ってください。ないものをこうね探すよりかは、多分あるものを大事に膨らんでった方が多分楽しいんで、したら僕もこうやって久々に帰ってた時にね、楽しい兄さん方にやっぱ会えた時のこのなんか感じとか、なんかやっぱこう外に出たりなんか、帰ったり帰ってくる場所があるみたいなこともあるのかな、卒業は。だからなんか多分意味がないことはないはずなんで、はい、浸ってください、うん、久しぶりに、お兄ちゃんが参加ということで、ちょっと、また雰囲気が変わったのかなと、元気が出る CM だと思うので、ぜひ見てください、はい。